はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、水道橋の方にやってきておりまして、これからですね、庭のホテルさんの方に本日一泊ね、させていただくということでやってまいりました。早速ね、もう間もなく15時回っていきますので、チェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、本日はね、ノット東京初めて利用させていただくんですが、意外とね、すんなりできました。はい、すいません。はい、チェックインはね、こちらの機械から行っていただくような形みたいですね。はい、無事にね、チェックイン手続きが完了いたしまして、本日はね、12階のお部屋となっております。はい、ということでですね、本日12階の方にね、上がってまいりました。めちゃめちゃね、いい感じの雰囲気のエレベーターホールでございます。エレベーターは4基あるのかな ?3 基ですね。はい。こんな感じのね、エレベーターホールとなってます。すごいね、和の感じですね。じゃあ、1221向かっていきたいと思います。廊下も非常にね、広い感じですね。はい。本日こちらのね、12215号室という感じになってますんで、入っていきたいと思います。はい。一度ね、入って荷物だけね、置きに来ました。カードはね、差し込むタイプになってますね。はい。はい。お部屋ね、まあこういう感じでございまして、まあ決してね、広くはございません。平米数はね、18平米だったかと思います。なので非常にね、シンプルな感じですね。はい。どうでしょうか。じゃあまずね、ちょっと帳簿開けてみましょうかね。障子でオープンという感じです。はい、もうね、都会ですね。はい、かなり明るいので、ちょっとね、今明るさ調整させていただきましたけど、まあ、ビューはね、もう本当に街中でございます。こんな感じのね、ビューとなっております。で、今、障子ありましたけど、こちらの方にはですね、はい、こういったロールカーテン、ロールブラインドがね、ございますので、こちらでもね、調整していただくことが可能です。もう完全にこれ、遮光性となってますので、多分ね、閉めて寝たら、全然明るさがね、わかんないやつじゃないかなと思います。はい。では、玄関の方にね、戻って見ていきたいと思います。はい。で、こちらがね、玄関ですけど、まあ、なんていうんですかね、木の感じが暖かい感じでいいですね。はい。で、エレベーターホール出ていただいてですね、こちらね、右手のこちらのお部屋という感じになってます。左手のね、お部屋とかだと、やっぱりね、ちょっと広いタイプのね、お部屋があるという感じですけど、広くてもね、30平米、一番広くて38平米、34平米ぐらいだったかと思います。で、まだね、カードをね、差し込んでいただきたいという感じになってますね。で、入っていただいて、左手、こちらがね、多分、水回りですね。はい。こんな感じになってます。お風呂なんかも非常に広いですね。はい。もうちょっとコンパクトなのかなと思っておりました。はい。まあ、こんな感じのね、はい。鏡なんかも非常に広いですね。はい。で、まあ、こんな感じの、なんだろう、これ、大さじっていうのかな、ハンドソープがありまして、一通りね、アメニティ類、カミソリだったりとか、ヘアブラシとか、バスソルトもね、ございます。これ、嬉しいですね。はい、2つございますね。で、歯ブラシという感じで、コットンセットとコップですね。はい。で、拡大鏡があって、コンセントがね、1箇所こちらにあると。水回り結構コンパクトですけど、清潔感あってめちゃめちゃいいですね。良くないですか？はい。で、こちらも大さじ製っていうんですかね。アメニティ類がございますという感じです。で、物干しロープなんかもね、ちゃんとね、ついているという感じですね。はい。まあ、こんな感じの。シャワーもね、ヘッド、かなりいろいろね、変えられるタイプとなってますけど、シャワーの方は、はい。まあ、水圧こんな感じでね、十分じゃないかなというふうに思います。で、お風呂入っていただくときはね、下から出していただくという感じですね。はい。まあ、十分なね、バスタブの広さですね。で、ウォシュレットがこのようにね、ついているという感じでございます。スイッチ類ですね。で、こちらがドライヤーですね。ちょっと開けていきたいと思います。はい。ドライヤーの方はね、こちらのパナソニック製のイオニティですね。ちょっと大きいタイプなので、ナノイーに近い感じに、ね、雰囲気は似てるんじゃないかなと思いますけど、はい。こちらがドライヤーとなっております。まあ、十分じゃないかなと思いますね。このドライヤー入ってたね、入れ物が非常にね、いい感じで、ボタンポチッとなってるやつでね、外してすぐね、取り出すことができました。はい。こんな感じの水回りですね。で、ウォシュレットもね、ちゃんとこういったコントローラーありますしね。はい。で、タオルにつきましてもね、ちゃんと庭のホテルさんのロゴがね、このように入っておりますという感じです。いい感じですね。で、玄関入っていただいて、右手、こちらがね、クローゼット代わりのですね、ハンガー掛け。ジャケットだったりとか、コート類はね、こちらにかけていただくような形となってます。で、姿見の鏡がね、このようにございます。まあ、十分ね、いいんじゃないかなと思います。そしてこちらですね。はい。シューブラシだったりとか、靴べらがね、このようにございまして、かなりね、スペースを有効活用されている感じですね。はい。もうね、別にしまわなくていいという感じの考えですね。まあ、広さがね、広さなので、こういう形にならざるを得ないんじゃないかなとは思いますけどね。では、こちらのスリッパの方ね、ちょっと開けていきたいなというふうに思います。はい、スリッパね、このような感じになってまして、非常にね、もふもふで気持ちいい感じのね、スリッパとなってます。結構ね、いい感じでございます。もう高級ホテルのそれとね、なんら変わらないスリッパで、裏にもね、滑り止めがついているという感じになっております。はい、素晴らしい。はい。ではね、先進んでいきたいと思います。で、テレビがね、こちらソニー製のですね、47インチぐらいあるのかな。はい。こういう感じになってまして、下にね、こちらのテレビのリモコンがございますという感じですね。ここなんだろう？なんか開けられるのかな？開かない。開かないですね。なんか開きそうですけどね。はい。で、こちら USB、HDMI とかね、挿していただくことができるという感じになってますね。で、足元の方には空気清浄機があったりとか、荷物を置いていただくね、台があったりします。で、こちらがね、ミニバーのスペースみたいな感じですかね。コップ、そしてワイングラス、シャンパングラスがね、ございます。非常にいいですね。冷蔵庫内のミネラルウォーターはホテルからのサービスでございますということが記載されております。で、電気ケトルであったりとか、こちらのお茶類ですね。庭のホテルということで、タンバコーヒーってなってますかね。はい。いい感じじゃないですか。で、レモンティー、イングリッシュティーがあったりとかね、ございますという感じです。マグカップなんかも非常にね、おしゃれ。はい。で、ワインオープナーとかもね、あったりして、で、冷蔵庫がこの下にあって、はい、お水がね、このようにあるという感じでございます。かわいいな、このお水ね。ホテル庭東京となっております。いい感じです。はい。で、ちょっとしたね、こういったチェアがあってですね、はい、内側を向いてるような感じですけどね。そして、こちらのちょっとしたデスクがある感じですね。こちらにコンセントと LAN ケーブルがね、こちらにございます。で、こちらには、なんだろう、これ。LAN ケーブルの方かな。あ、そうですね。LAN ケーブルだったりとか充電コードがね、一式揃っているという感じでございます。で、こちら、館内サービスのご案内としてね、一式、このようにね、置いてございます。これもなんかね、非常に上質な手帳みたいなの使われてていい感じですね。アロマエステコースだったりとかですね、ご挨拶。はい。こういったモーニングコールの設定だったりとか、郵便物のね、やつがあったり。そして、ランドリーのね、はい、袋がこちらにございます。で、こちらのテーブルの方にはティッシュとアクセサリーを置いていただくね、置き場がありまして、時計と消臭剤と電話機。はい。で、常備灯があって、ここにもね、はい、こういった、はい、ベッドパネルの照明のね、コントローラーがあったりとかね、はい、読書灯があって、こちらに USB-A がね、はい、ございます。奥はね、コンセントになってますね。はい。まあ、ここら辺もね、非常に緑と白、そして、こちらのね、暖かい木を使った、非常に和をね、感じられるお部屋になってるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい。で、エアコンのコントローラーがありまして、こちらがね、ルームエアとなってます。セパレート型の、ちゃんとね、ロゴが入っているルームエアとなってます。で、お子様用のルームエアにつきましては、チェックインの時に下でね、いただいたという感じです。お子様のやつは、ワンピースタイプという感じになってます。で、こちらのね、お子様用のアメニティもチェックインの時に下でいただいたという感じでございます。はい。本日ね、こういった感じのお部屋に一泊させていただきますけれども、いかがでしょうか。結構ね、個人的には、まあ、決してね、広くはありませんけど、落ち着く感じでね、非常によく考えられたお部屋じゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。めちゃめちゃね、いい感じでございます。ダウンロード下りが 90.35Mbps、アップロード上りが 115.33Mbps となってまして、これであればね、非常にサクサク配信なんかもできるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、本日はうちにこちらのですね、庭のホテルさんの方にお邪魔させていただきました。こちらのチョイスにつきましてはね、もう完全に妻のチョイスなんですけど、非常にね、いいチョイスだったんじゃないかなというふうに思います。私だったらね、もうちょっと多分ね、来るの遅くなってたと思いますけど、このタイミングで来れたのは、まあ、妻のね、推しもあって、あとはモッド東京が使えたっていう感じでございます。まあ、今回ね、初モッド東京を利用させていただいてですね、まあ、通常19,000円のところが、まあ、2名分のね、5,000円、5,000円ということで、合計10,000円分割引となりまして、9,000円でね、朝食付きで利用させていただいているという感じでございます。で、こちらのですね、庭のホテルさんですけど、もともとね、UHM さんというね、会社さんが運営されてたんですけど、その時からね、もう外国人の方にも非常に定評があるホテルでございまして、今回ね、2020年だったかな、2019年あたりに野村不動産さんの方にね、傘下に入られて、まあ、野村不動産のホテル&リゾートさんの方で今運営されているようなホテルでございますけど、非常にね、やっぱりね、評判がいいホテルでございまして、こちらに関しましてもですね、ミシュランガイドの10年連続で、にパビリオンでね、獲得されている庭のホテルという感じでございまして、まあ、こちらの方にもね、ちらっと今テレビの方にね、映させていただいておるんですけど、4つね、お庭があります。まず1階のね、中庭がありますよということと、2階のね、石庭があったりとか、3階のラウンジテラス、そして、15階のルーフトップテラスがあったりっていうこともあるので、これはね、ちょっと後ほど見に行きたいなっていうのと、あと夕方だったりとか、夜とかにもね、ちょっとどんな感じで表情を変えてくるのかっていうのもね、見ていきたいなっていうふうに思います。まあ、今回ね、こちらの方でレイ君も連れてね、家族でチェックインさせていただいて、今レイ君はね、近場の公園で遊んでるような感じなんですけど、まあ、もうちょっとしたらね、戻ってきて合流できるかと思いますので、まあ、その間でもですね、私一人だけでもですね、まあ、ちょっと館内散策をしながらですね、また合流して夕飯どうしようかなっていうことをちょっとやっていきたいなというふうに思います。まあ無事にチェックイン完了いたしました。楽しみです。ということでね、まあちょっとゆっくりさせていただきたいなと思います。はい。とある理由でですね、13階の方にね、移動することとなりました。したがって、今日のお部屋はね、こちらの1309にね、変更という形になります。でね、入っていきます。はい。こちらがね、1309タイプのお部屋となります。ちょっとね、先ほどのお部屋、実はですね、入った時から若干ですけど、タバコ臭くてですね、まあちょっと我慢できるかなと思ってたんですけど、私の気のせいかもしれないので、一応スタッフ呼んでね、ご相談させていただいたところ、確かにちょっとタバコの匂いがしますね、ということでご変更していただくという形でございました。で、一つね、一つ上のカテゴリーのお部屋に、アサインいただいたということで、まあ、2つね、お部屋見させていただくことができて、非常に嬉しい限りなんですけど、なんかね、っていう感じですね。ちょっと申し訳ないなっていう感じはしますね。はい。で、従ってお部屋ですね、こちら、エレベーターホールから出てすぐのね、こちらの1309のお部屋、さっきよりね、ちょっと広いタイプになりましたね。はい、ありがとうございます。なんか申し訳ございません。はい。で、入っていただいて右手がですね、収納スペースとなってまして、こちらね、クローゼット。あるタイプですね。18平米のお部屋から24平米のお部屋というふうになっております。だいぶね、変わってきますね。はい。アイロン台とアイロンがあって、スリッパがあってですね。はい。荷物置く台があって、もう完全にね、クローゼットという形になっております。シューブラシとかもね、こちらに入ってるという感じですね。で、入っていただいてすぐね、こういったもうデスクがあって、まあ明らかにね、先ほどよりは使いやすいね、デスクという形になってますね。はい。いかがでしょうか。はい。で、こちらにコンセントが2箇所と USB-A と LAN ケーブル。そしてね、こちらに LAN ケーブルとかね、充電のコネクターがございます。で、電気もね、このようにつけていただくことができるようになっております。引き出しなんかありますけど、あ、そういえばさっきのお部屋、セキュリティボックス、セーフティーボックスは見当たらなかったかもしれないですね。このタイプからセキュリティボックスがあるという感じでしょうか。はい。で、ランドリーの袋があったりとかですね。こちらは空という感じですね。で、お腹の方にも、こちら、リモコンのね、説明があったりとかします。で、足元の方には、ゴミ箱がね、ございますという感じです。まあ、だいぶね、こちらのデスクがあるとないでは雲泥の差じゃないかなと思いますね。で、入っていただいて、おお、これもだいぶ違いますね。はい。お手洗いですね。もうバストイレが別という形になりました。ウォシュレットでコントローラーがこのようにありますという感じですね。まあ、ここらね、扉はありませんけど、分かれてるっていう感じになってまして、洗面台ですね。こんな感じで。まあ、アメニティ類はね、一緒という感じです。まあ、ただね、バスタブに関しては先ほどより若干長さが短くなったのかなっていう感じでしょうかね。はい。まあ、十分じゃないかなと思います。シャワーは同じようにね、こんな感じでございます。はい。いいですね。で、ドライヤー多分ね、変わりはないと思うんですけど、念のため開けてみたいと思います。はい。ドライヤーね、このようにパナソニックさんのイオニティということで変わりはありませんという感じですね。はい。十分じゃないでしょうか。では、お部屋の方に向かっていきます。あ、ここにね、こういったタオルとかね、バスローブがかけられるようになってますけど、バスローブはね、多分特段ないかなと思います。はい。で、ツインタイプのお部屋となってまして、まあ、先ほどはね、ベッドがくっついてましたけど、こちら離れてるタイプで、まあ、くっつけてね、寝ていただくことも当然可能という感じになっております。またね、ちょっと雰囲気が変わっていい感じですね。はい。ちょっと明るさに関しては、先ほどのお部屋の方が明るく感じたかなっていう気はしますけどね。いかがでしょうか。で、テレビがあって、空気清浄機。あ、先ほど湯飲み茶碗とか茶器はね、なかったかもしれないですね。確かに。はい。こんな感じになってます。で、これがお茶ですね。お茶っ葉がね、ございます。お茶っ葉なんですね。いいですね。はい。で、電気ケトルがあって、あれ？さっきこういったネスプレッソマシンじゃないみたいな、こういったマシンはなかったですよね。ということは、マグカップがあって、あ、コーヒーがなくなっているので、こちらのドリップポットがね、使えるようになってまして、マイルドローストのコーヒーと、あ、アールグレーの紅茶もある。これは結構嬉しいですね。この24平米のタイプから、このマシンがね、つくという感じでしょうかね。これは嬉しいですね。はい。で、ここら辺、はい、ここら辺はお水はね、一緒でございます。はい。なんかね、申し訳ないですけど、まあでも、いいお部屋にね、朝いただきまして、本当にありがとうございます。で、眺望に関しましては、まあ先ほどとね、ほぼ変わらないんですけど、まあ都心なんでね、どうしてもこういう感じになってますね。はい。ちょっと明るさ調整させていただきました。こんな感じとなっております。はい。ということで、お部屋ね、このように映らせていただきました。こちらのお部屋いかがでしょうか？はい。はい、っていう感じでですね、お部屋の移動もね、まあ、突如ではありますけど、こういったご対応いただきまして、まあでもね、本当に、まあちょっと率直にご相談いただいて、私もちょっと自信なかったので、念のため、もしよかったら確認してもらってもいいですかっていうことで、ちょっとね、お願いさせていただいて、まあやっぱりそうですね、っていうことだったので、別に私がね、無理くり、クレームをつけたということではございませんので、そこはね、ご承知おきいただきたいなというふうに思います。まあでもね、こういった、アクシデントというかですね、突発的な対応に関しましても、非常にね、素晴らしいご対応いただきまして、本当にね、ありがとうございました。はい。なんか気が引ける思いでございます。はい。ということで、まあね、ちょっとゆっくりさせていただいて、早速ね、庭の方をちょっと見に行こうかなというふうに思います。行ってまいります。はい。じゃあね、15階のルーフトップテラスの方に向かっていきたいと思います。はい。ということでね、ルーフトップテラスの方にやってまいりました。こちらですね。はい。じゃあ、ね、やっていきましょうか。あ、こういう感じなんですね。なるほど、なるほど。で、自由にですね、この座布団みたいな、ゴザみたいなのをね、引いて座っていただくことができると。そして、ここに自販機でビールとかね、ジュースとかも売ってていいじゃないですか。なので、ここをね、こうやって上がっていただいて、パノラマビューという風になっている感じですね。確かにかなりね、景色はいい感じでございます。いかがでしょうか。はい、こんななんかね、灯籠みたいのもありますし、非常にいい感じです。これでね、ゆっくり座りながら過ごしていただくことができるという感じですね。はい、これは5時のチャイムでしょうかね。はい、こんな感じです。では続いてね、3階の方に向かっていきたいと思います。はい、続いてね、3階のリフレッシュラウンジ、ラウンジテラスの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらがですね、ラウンジになっております。はい、こちらがね、ワークアウトルームとなってまして、フィットネスですね。ただ今ね、フロントに申し出ていただいて開けていただくような形になってますので、今ね、利用してる人いらっしゃいませんけど、こんな感じがね、ワークアウトルームという感じになっております。はい、でこちらの方にはね、製氷機だったりとか水とかがありますね。はい、ここでね、ドリンクなどもスイカ対応でね、ご購入いただくことができます。ビールなんかもね、あります。そしてお水がね、これトイストーリーホテルと同じような感じで、水をね、汲んでいただくことができるのと、でこちらにね、製氷機がありまして、こちらのカップを利用してですね、氷を汲んでいただくことができると。そしてこちらのスペースにはですね、はい、バルミューダのですね、電子レンジだったりとか、こういった感じのね、ランドリーも備え付けてあるという感じでございます。5キロで30分100円という感じでございますね。はい、はい、でこちらのね、リラクゼーションルームでマッサージチェアがね3機ありまして、大画面を見ながらね、リラクゼーションできるんですけど、今ね3台埋まってるので、ここはね24時間利用が可能なので、後ほどね行きたいなと思います。でワークアウトルームに関しましてはね、22時までという感じでございます。こちらのリフレッシュラウンジの方にね、向かっていきます。ここはね、16時から20時までコーヒーとか提供していただけるという感じになってます。はい、こんな感じでね、お茶をね入れていただくような形になっております。はい、こちらがね、ラウンジテラスとなっております。まあ、日中はね、いい感じですね。はい、でコーヒーとかね、紅茶につきましては16時から20時までの提供なんですけど、ここ自体はね、24時間開業してる、オープンしてるので、後ほどね、人がいらっしゃらない時にまたね、写真動画を撮りに来ようかなと思います。じゃあね、コーヒーいただいたんでいただいていきます。めっちゃうまい。いやー、なんかね、かなり都心なんですけど、なんか緑があってね、かなりいい感じです。はい、続いてね、こちらのファンクションルームと、あと石庭の方にね、向かっていきます。このファンクションルームはね、会議室みたいなので、石庭はね、見に行くような感じですね。はい、こちらは2階です。あ、なんかね、これも非常におしゃれで、これがもう宴会場という感じでしょうね。はい、こんな感じになってますね。では石庭はどちらでしょうかね。はい、石庭とありまして、はあ、いい感じじゃないですか。これはなんか心が落ち着く感じしませんかね。ここでゆっくりしながらね、まさか都心とは思えない感じですね。みーくんもお庭をね見て過ごしております。1階の方にやってまいりましたが、こういったね、ビジネスセンターで PC とかね、コピー機なども利用していただくことができるという感じでございます。はい、で1階のですね、レストランの脇にはですね、オリジナルのね、グッズなんかも売ってございますね。水筒だったりとか、紅茶、コーヒー、はい、そしてアメニティ類とかですね、パジャマまでね置いてございます。はい、そしてね、レストランダイニングリュウというね、レストランが1階のこちらの脇にございますという感じですね。はい、で、まあ、アラカルトもね、ありますけれども、コース料理などもね、あるという感じですね。はい。これがね、コースで、初めの前菜みたいな感じだったりとかですね。まあ、こんな感じのね、はい、メニューとなっております。はい。で、メインのね、エントランスの左手側ですね、こちらのね、日本料理のゆかりの脇の方には、中庭ございますんで、そちらの方にね、向かっていきたいと思います。こちらがね、和食料理、ゆかりでございまして、こちらがね、中庭という感じですね。はい。こんな感じです。はい、ホテルからね、歩いて約5分ぐらいで東京ドームシティの方にもね、やってくることができます。はい。めっちゃいい感じですね。で、このね、ちょっと先にはね、ドン・キホーテなどもございます。はい。レイ君がね、麺を食べたいということで、東京ドームシティのフードコートの方でね、ご飯いただいていきたいと思います。こちらにはですね、遊ぼうのというお子様がね、有料ですけども、遊んでいただく施設もございます。はい。丸亀製麺だったりビビンバとかですね、親子丼、世田谷、びっくりドンキーなどがございます。はい、びっくりドンキーのチーズエンジンバーグ、レイ君用に世田谷のラーメンと、私はね、究極の親子丼をオーダーさせていただきました。中ジョッキ付きです。じゃあね、いただいていきます。じゃあ、いただいていきます。うまっ。うん、うまっ。はい、ごちそうさまでした。今ね、食事を終えてですね、またガーデンテラスの方でコーヒーいただいてます。もうね、アイスコーヒーがないんですけど、ホットコーヒーだとこのグラスですね、好きなグラスを頼んでいただくことができるんでね、今外はね、誰もいらっしゃらないので、かなりね、ゆっくりさせていただきます。ああ、めっちゃいい感じですね。はい、ということでですね、お部屋の方に戻ってまいりました。お腹もいっぱいですし、非常にね、コンパクトなホテルなんですけど、思った以上に取れ高があってですね、あちこちね、取りたいところがあって、忙しいです。面白い。はい。ということで、まあ、今日はね、22時半からですね、こちらでライブをね、お届けさせていただきますので、まあ、そちらの様子につきましてはね、上にリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方もチェックしていただければと思います。まあ、このままね、ライブまで、今20時半なので、2時間ぐらいね、ちょっとゆっくりさせていただいて、ライブ後、まあ、ゆっくりね、休ませていただいて、明日の朝食にね、挑んでいきたいなと思います。明日の朝食はですね、6時半から朝の9時半までは、まあ、ビュッフェで空いてるんですけど、朝の7時からですね、数量限定で和食のね、定食みたいなのがあるみたいなので、どうしようかなっていう感じですね、悩んでます。はい。まあ、妻がね、和食の定食頼んで私はビュッフェとかそういうことができるんであれば、まあそういう感じにしようかなと思ってますけどね。会場が違うとかになるとまたね、ちょっと困っちゃうんですけどね。まあ基本的にはビュッフェ行こうかなと思ってます。はい。ということで、まあ今日はね、ゆっくりさせていただこうかなと思います。おやすみなさい。はい。ということでね、今ライブを終えてですね、リフレッシュラウンジの方にやってまいりましたけど、さすがにね、12時過ぎたら人がね、誰もいらっしゃいません。こんな感じですね。ここのね、座敷の部分が非常に人気があってね、ずっと埋まってたという状況ですね。はい。まあでもね、24時間こういう感じで開放していただけるのは非常にいいですね。まあ、飲み物のね、提供があるわけじゃないんですけどね。あとはこんな感じでですね、本が、ね、神保町とか周辺のね、本があったりとか、はい。こういった玄関の庭とかですね、こういった庭園系の本があったりとか、結構いい感じですね。はい。いかがでしょうか。はい。非常にね、ゆっくりできるスペースじゃないかなというふうに思います。はい。そしてね、リラクゼーションルームでございます。さすがにこの時間もね、人がいらっしゃらなくなりました。まあ、こんな感じのね、非常にすごくないですか？このマッサージチェア。かなりがっつり、ね、高機能な感じ。一番奥のやつどうなってるんですかね？ガンダムみたいな感じになってますけど。すごいですね。で、いろんなね、映像が変わりますので、こういった映像を見ながらですね、ゆっくりね、マッサージチェア、リラクゼーションしていただくことができるという感じでございます。いやー、いいですね。はあ、めっちゃいい感じです。ということでね、今日はこのままゆっくりね、休んでいきたいと思います。ということで、また明日の朝ね、お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。今しがたはですね、まあ、シャワーも浴びてですね、まあ、結構ね、やっぱりコンディショナー、シャンプーとかもなんかね、匂いは独特なんですけれども、ホテルインディゴみたいな感じのね、なんか薬草みたいな感じの、匂いなんですけど、泡立ち感とかね、非常にいい感じですね。レイ君も昨日12時間寝てますんで、めちゃめちゃ元気です。はい。ということでね、まあ、準備整えてですね、これから朝食の方、食べに行きたいなと思います。行ってまいります。はい、こちら朝食会場です。別途ね、朝食ビュッフェ頼む場合は、税込みでね、3000円という形になるみたいですね。はい、朝食会場の方にやってまいりましたが、まあ、レイ君連れだからっていうこともあるかもしれないですが、個室にね、ご案内していただくことができました。はい、ということでね、まあ、人が結構ね、いらっしゃるので、ちょっとお料理はね、取れるかどうか分かりませんけど、とりあえずね、お食事取っていきたいと思います。はい、レイ君用のね、ご飯を持ってきてもらいました。じゃあね、これからレイ君にあげていきたいと思います。はい、こちらね、生ハムとチーズと、おー、びっくりした。パンとね、カヌレ、そしてフルーツですね。メインはね、やっぱり洋食みたいですね。白米はね、なくて、こちらのね、ご飯に関しては、ブイヤベースに入れていただくご飯みたいですね。はい。こちらに卵料理のオムレツと、エッグメディリクト、クロワッサン生地になってますね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあちょっとね、個室だったんですけど、もう一組のね、お客様がいらっしゃって、ちょっとね、うまく話すことができなかったので、アフレコでね、対応させていただきました。で、もうね、今、10時ちょっと前で、まあ11時にはこれ、チェックアウトするっていう形にはなるんですけど、まあ今回ね、こちらの庭のホテルさん、非常にね、いい滞在となりました。お食事に関しましても、種類がね、思ったより、前情報だと少ないっていうふうに聞いてたんですけど、結構あってね。まあ、ご飯っていうご飯はピラフだけだったんですけど、ブイヤベースがね、めちゃめちゃ美味しかった。カヌレなんかもね、もちっとしてて、かなりね、いい感じでしたね。はい。お食事も非常に美味しかったです。ということで、まあ、これがね、もっと Tokyo を利用して、今回ね、9000円で1泊2日朝食付きでね、宿泊させていただくことができておりますので、非常にね、良かったんじゃないかなというふうに思います。またね、こういった感じのホテルもちょっと見つけ出してですね、またトライしていきたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方を貼ってありますので、ぜひ合わせてフォロー、チェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにね、ぜひ、チャンネル登録と、こちらのね、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ幸いです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。